東勇マは日本の俳優である。本名、中島勇、芸名を東勇マ東勇ジ、とクレジットされた時期もあった。小笠原名宝率いる小笠原プロダクション創立時のスター俳優であり、日活に移籍後は現代劇のバイプレイヤーとして知られた。1902年3月15日、福岡県八女郡北山村に生まれる。旧姓。 福岡県立山中学校を卒業し、旧制、西南学院高等学部に進学するが、中途退学し、1923年の小笠原プロダクションの設立に参加した。学歴については、世界のキネマスターには、明治大学を卒業した旨の記述が見られる。1925年3月5日に公開された水兵の母に主演し、人気を得る。 1926年6月、同じく京都にある日活大将軍、撮影所現代劇部に移籍した。1928年には、イノクアーデンを山本カ次郎が脚本に本案した思い出の水イに、主演、同作は同年10月5日に公開された。前年に新設され、時代劇部が先に移転した日活渦政撮影所に、現代劇部も、 同年4月に移転しており、東も同様に移動した。1935年には、前年に買収した日本映画の撮影所を解消した、日活玉川撮影所に現代劇部が移転しており、東も同様に移動した。満38歳となった1940年9月5日に、公開された、米若の妻を最後に、以降の出演記録が見当たらない。 映画巡報昭和16年1月21日号によれば、1941年1月を、もって、同社俳優部から企画部へ転校したという旨が記されている。1942年1月27日、戦時統合による大英の設立以降も継続入社、大英東京第二撮影所に所属して、企画係を務めた。しかし、 第二次世界大戦終結後の消息は伝えられていない。没年不詳。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、 ほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは平気した。すべて制作、配給は小笠原プロダクション、すべてサイレント映画である。すべて制作は日活大将軍撮影所、配給は日活、すべてサイレント映画である。すべて制作は日活渦正撮影所、配給は日活、すべてサイレント映画である。 すべて制作は日活玉川撮影所、配給は日活、特筆以外はすべてトーキーである。ありがとうございます。